フィチン酸は生態物質の一種で、ミオイノシトールの6リン酸エステル。イノシトール6リン酸、略称は IP6。種子など多くの植物組織に存在する主要なリンの貯蔵形態であり、特にフィチンの形が多く存在する。キレート作用が強く、多くの金属イオンと強く結合する。抗酸化物質、防腐剤。 匂いのし通ると共通の作用を持つとされている。1967年には中東での亜鉛結防症への注目からフィチンさんがミネラルの吸収を妨げるとされてきたが、1980年代以降の知見からバランスの取れた食事が取れている場合には、そのような悪影響の証拠は発見できない。それ以降では、癌や血跡の予防に寄与している可能性がある。 食品成分としても研究されており、2010年代の小規模な2つのランダム化比較試験では、乳がん治療の副作用を軽減している。フィチン酸は、ミオマイナスイノシトール1、2、3、4、5、6、ヘキサキスリン酸、ミオイノシトールマイナス1、2、3、4、5、6から6リン酸とも呼ばれる。その略称が IP6、表中の別称も参照。 イノシトール6リン酸、イノシトールヘクセフォスフィートとも。フィチンはこれにカルシウム、マグネシウム、鉄などが結合した化合物の通称で、生物中での多くは、リンと結合しフィチン酸の形態をとる。フィチン酸は、穀物や豆類といった、特定の食物繊維の多い植物に豊富に含まれる。生成後の穀物にも、少量を含まれているが、白米では炊飯により、 多くが分解される。また、ほぼすべての哺乳動物の細胞にわずかに存在しており、細胞の分化、増殖、シグナル伝達といった重要な機能に関わっている。鉄が酸化することを抑制し、抗酸化物質となる。フィチン酸はジュースや肉製品の防腐剤として使われる。フィチン酸の形のリンは、批判数動物では、フィチン酸消化酵素であるフィターゼンがないため、 一般に吸収されにくい。一方、半数動物は、ルーメン内の微生物によって作られるフィターゼがこれを分解するためフィチンを利用できる。現在、非半数動物は、主に大豆、トウモロコシなどの穀物で品育されているが、これらに含まれるフィチンは動物に吸収されずに、長管を通過するため、自然界の林濃度を上昇させ、不栄養化などの環境問題につながる恐れがある。 飼料にフィッターゼを添加することでフィチン由来のリンの吸収を増すことができる。またいくつかの穀物で種子のフィチン酸含量を大幅に低下させ無霧リン含量を上昇させた品種が作出されている。しかし生育に問題があることからこれらの品種が広く利用されるに至っていない。ピタ。これだけを主に食べている地域での観察によってフィチン酸は 子供の発育に悪影響を及ぼす可能性があるとされてきたが、その他の多くの地域では他の食材が豊富なので、そこまでにミネラルが欠乏するほどではない。フィチン酸は鉄、亜鉛、カルシウム、マグネシウムの吸収を妨げる可能性がある。このことはミネラルの摂取量が著しく低い発展途上国の子供のような人々には好ましくない。 1925年にはメランビーの研究によってフィチンさんが動物に来る病を起こすとし、1920年代から30年代のこうした研究は犬やマウスを使っていた。フィチンさんはマグネシウム、亜鉛など重要なミネラルの利用率を低下させると考えられてきたが、その背景にはイランのように主にピタだけを食べている地域の観察によって、 子供の発育に悪影響が出ると考えられるようになったことがあるが、多くの他の地域では、肉や、魚、野菜や果物が豊富なのでそのような欠乏の恐れはない。1967年には、中東での亜鉛欠乏症から、生態での亜鉛の利用性に注目が集まり、イランの村での未発酵のピタが都市部での発酵させたピタよりフィチン酸が多いことが判明した。 1980年代以降、バランスの取れた食事が取れている場合には、フィチン酸の摂取がミネラルの利用性に影響しないことが判明してきており、2000年代にはアスコルビン酸や有機酸発酵食品がフィチン酸によるミネラル吸収抑制を弱めることも判明し、栄養が十分に取れている場合には、フィチン酸が悪影響を及ぼすという証拠は発見できない。 フィチン酸のミネラル吸収抑制を減少させるには、調理、発芽、発酵、紳士、消化といった方法が取れる。1984年に、大河原がフィチン酸の多い米ぬかを毎日 10g、2年間にわたり高カルシウム血症の患者に投与した研究があるが、カルシウム、リン、マグネシウムの低下はなかった。 1980年代以降には、フィチン酸の摂取によって、脳や心臓組織中のフィチン酸が増加し、また組織中でフィチン酸が合成されていることから、ビタミンのような物質だと考えられるようになってきた。肉とポテト、フィッシュチップスのようなフィチン酸欠乏食を食べていれば、フィチン酸は検出不可能になるが、フィチン酸が豊富な地中海食やサプリメントで補えば、 尿と血中から検出されるようになる。単独に有利されたサプリメントが流通している。食事調査では、1960年代から食物繊維が大腸がんを予防するのではないかと考えられてきたが、1985年、癌を予防しているのは食物繊維ではなくて繊維に含まれるフィチン酸の摂取量が多い場合に大腸がんの発生率が少ないことが報告された。 その後、フィチン酸の単独投与によって、がんの抑制作用が観察されていった。全粒穀物、豆類、ナッツが豊富なことで、フィチン酸が豊富である。地中海食では、尿中に排泄されるフィチン酸が多かったため、これが病的な石灰化である血石や死石、また、がんの予防に関与している可能性がある。1998年には、 京都でフィチン酸などの米ぬか成分に関する国際シンポジウムが開かれ、フィチン酸の生理作用の研究報告がなされた。尿路結石や人結石の予防、思考形成の抑制、大腸癌、乳癌、肺癌、皮膚癌の予防に役立つ可能性がある。抗がん作用や抗腫瘍作用、抗酸化作用による治療への応用が期待されて、研究が進められている。 イノシトールと同時に摂取した方が吸収されやすい。2002年時点の文献探索によって、フィチン酸の抗がん作用の研究は、人は対象とされておらず、主に動物を対象とした28研究が発見されている。2006年には、人での臨床試験を開始するのに、十分な証拠が見つかっているとされる。2004年以降、数種類のがんでの試験を経て、 2010年の14名でのランダム化比較試験では、乳がんでの化学療法の副作用を、フィチン酸とイノシトールを低用量の6グラムの副用で副作用を改善し、生活の質を向上した。2017年の20名でのランダム化比較試験は、乳がん主要的質後にフィチン酸外用剤を用い、副作用を改善し、生活の質を向上した。 穀類のぬかや肺が及び豆類に多く含まれている。ラットにフィチン酸、キャンゲジオを摂取させた場合、脳に最も多く蓄積される。詳細は出典参照のこと。ありがとうございます。